感じですか？はい、こんな感じです。この漢字は優しいです。じゃあ今回はこの漢字を勉強します。さあ始めましょう。はい、この漢字です。この漢字の音読みはゆ、う。訓読みは優しい、優れる、勝る。意味は勝る。台湾地震频繁，平均每。